ナーでは低いですけど、藤原啓志郎、これ、記念そこそこ走ってますんでね、1、2、3着十分あると思いますよ。はい、怖いのが外に3人馬がいますけど、ね、大丈夫だと思います。はい、それと4レース、あ、どうもすみません、はい、ありがとうございます。4レースは大外池田浩二、やっぱり格が違いますね。今のあれ見てもそうだけど、吉田ね、格郎、やっぱり違うんですよ。うん、だからやっぱ6コースでも怖いですね。5レース、5レースは昨日一番いい勝ち方をした寺田翔ですね。佐藤龍太郎がまくってくると蹴り行きますからね、このレースはね。佐藤はインコースからきついですから、回さないでバチンと行くんでね、まあ、うまいまくり差しでも打ってくれたらいいんですけどね。6レースは都合がいいですね。ハギちゃんもちろんいいんですよ、私大好きですから、ハギちゃんは。ただね、ハギちゃんの敵は体重ですかね。まあ52キロ台になってほしいですね。はい、それから浜の屋がやっぱり体重減らしてますからね、やる気ですね。7レース、石丸海斗ですね。1レースも2マークの差し込みうまかったですね。全速でズバッと入ってきましたね。ここは2コースだからちょっと角度的には大変なんですけど、斉藤陣のインコースだったらまあどうにかなるかな。斉藤の方が角は上ですけどね。で5コースの末永がもうモーター抜群ですから、ちょっとこの辺利用して浜の屋がどういうレースするか、このレースはちょっと船券よりもレースをよく見てください。8レース、角取ったら天下一品、菊池康平ですね。9レース、ここも池田浩二ですね。浜崎の角まくりだったら池田浩二何でもできると思います。はい、10レース、ここは吉田角郎ですね。前半6コースからうまい追い上げしましたけど、まあ、ここは3号艇だからまぐりでも差しでも何でもできます。はい、11レース、11レースはね、斉藤が4角にいるんですよね。攻めてくれないんでね、杉山レースできないかもしれないですけど、まあ、ちょっと時用具も持ってるんで杉山は、怖いと思います。まあ、斉藤がまくりをやらないんで、はい、やらないんでね、非常に、はい、はい、どうも、はい、すいません、非常にちょっと厄介ですけどね。まあちょっと注目してください。12レースは昨日展開が全くなかった宇龍君ですね。遠藤恵美が3コースから仕掛けると思いますんで、宇龍4角からズブッと来ると思いますよ、ここはね。まあ稲の頭で硬そうですけど、ちょっと4番1441とかこの辺ちょっと2442とかちょっと買ってくださいね。今日も一日楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。